こんにちは、メコス王国です。本日は次回新作映画およびアニメ第2期についてです。スーパーヒーローの公開から1年が経過し、早くも次回新作映画が期待されているドラゴンボールスーパー。これまでの公開スパンは長くても3年半ほどとなっていますので、新作映画の公開は順調であれば2025年あたりになると思われ、遅くとも2026年までには公開されていることでしょう。発表については公開の1年くらい前になりそうですので、今年はちょっと難しいかなと思いますが、来年は期待できそうですよね。新作映画におけるボスは当然ブロリーやセルマックスなどをはるかにしのぐ強さでしょうし、悟空やベジータ、仲間になったブロリーの修行の成果も披露されることでしょう。またフリーザが映画でもブラックフリーザに変身できるのかどうかも気になりますし、スーパーヒーローで活躍したゴハンやピッコロ、トランクス、ゴテン、パンなども引き続き登場すると思うので、史上最強のバトルが期待できるのではないかと思うんですよ。個人的には悟空の身勝手の極意がまだ映画で登場していないので、まずはそれを見たいなという思いであり、それがどこまで敵に通用するのかも含め非常に楽しみなところです。もちろんベジータのわがままの極意、ブロリーのさらなる進化にも期待できるかと思いますし、あとはベジットの映画初登場なんかも来たら熱い展開になりそうですが、果たしてどのような映画になるのか、今から本当に楽しみでなりません。ではテレビアニメドラゴンボールスーパー第2期のお話に移ります。現在アニメの方は1期が終了してから5年以上が経過していますが、残念ながら2期に関する公式情報は皆無となっており、見通しは立っていません。漫画版の方はモロ編、ブラノラ編が終わり、ストックが溜まってきているので、アニメ化するための材料は揃っているわけですが、東映はなかなかやると言ってくれませんね。現在日曜9時枠では逃走中グレートミッションが放送されていますが、長期間放送されるタイプのアニメではなさそうだし、おそらく1年間の放送となるでしょう。なのでいよいよ来年2024年はドラゴンボールスーパー第2期の発表があるだろうと期待している人もいると思いますし、できれば私もそうであってほしいと思っています。何しろ原作の連載開始から40周年を迎えるわけですから、そのお祝いとして2期の発表があっても何らおかしくはないでしょうね。ただし東映としては原作40周年よりもアニメ開始40周年、つまり2026年に合わせて2期の発表放送を行いたいと計画しているかもしれないので、逃走中の後はお猿のジョージスーパーが始まってしまう恐れもあります。まあそうなったらそうなったで仕方ないのですが、とりあえずネコス王国としては今から2026年1回までが第2期に期待できる一つの区切りかなと思っています。その期間中に万が一発表もない場合はかなり厳しい状況になるでしょうね。ただ私は2期は必ず来ると信じています。なぜなら漫画オリジナルで終わりとは思えないキャラがたくさん登場しているからです。例えばわがままの極意ベジータは身勝手の極意孫悟空と肩を並べる実力があり、仮にもベジータの現最強形態です。この形態が漫画オリジナルで終わるというのはちょっと考えられないですよね。アニメだと今のところベジータの変身はブルー進化までしか確認できていないので、このままだと悟空よりだいぶ下の実力で終わることになってしまいます。スーパーヒーローでは変身なしというルールで悟空と手合わせをし、僅差で勝利していますが、あれは後から設定を追加できるように、わざわざ黒髪同士で戦わせたものと考えることもでき、ドラゴンボール室長の威力さんも、時系列で言うと、あまりギッチギチに設定しないように余白を持たせることで自由度を高めたい、と V ジャンプのインタビューにて回答しています。なので、これらの試みはやはり2期を考慮してのことではないかと思うんですよね。これから2期をやっても大きな矛盾が生じないようにスーパーヒーローなどの映画のシナリオを考えているということではないでしょうか。現在の漫画版オリジナルキャラはわがままベジータの他にもモロやメルス、ブラノラ、ガスなどがおり、アニメ化すれば漫画版とはまた違った印象にもなるでしょうし、漫画版にはないようなシーンや演出なんかも出していけるでしょうから、2期をやる価値というのは相当あるのではないかと思います。さらに商業的な観点から言えば、今の時代 DVD やブルーレイなどの円盤はあまり売れませんが、漫画版のキャラはアニメ化されないとゲーム等で実装したりフィギュアなどのグッズ類として販売することが難しいので、やはり2期をやることはメリットが大きく、ドラゴンボールの人気を持続させていくには必要不可欠でしょう。スーパーヒーローの国内興行収入はブロリーの40億からかなり下がり25億ということになりましたが、その理由としては不正アクセスがあった影響や
悟空じゃなくてご飯とピッコロが主人公だったからライト層に刺さらなかった。CG アニメという理由で敬遠された、宣伝が足りなかった、などが考えられると思うのですが、もう一つ挙げるならば、アニメ第1期が終わってから4年以上経過していたというのもあると思うんですよ。ブロリーの場合は同じ年にまだ1期がやっていたのもあって、ドラゴンボール熱が冷めにくく、映画を見に行きたいと思っている人が多かったはずですよね。1期が終わる前に、ブロリーの情報は発表されていましたので、良い流れでアニメと映画が繋がっていたわけです。一方スーパーヒーローは、アニメとの間が4年も空いてしまったので、人によってはドラゴンボールスーパーへの関心が低くなってしまっていた人もいるでしょう。スーパーヒーローも直前にアニメがやっている状況だったら、公衆は30億に届いていたかもしれないですし、自宅でビデオを見返してみると、素晴らしく面白い作品に仕上がっているなと改めて感じるので、25億で止まってしまったのは、運が悪かったとも言えるかもしれません。なので、もし来年あたりに2期が放送されることになれば、当然、次回作の映画の宣伝にもなるだろうし、ドラゴンボールは海外需要が非常に高い作品なので、2期をやらないという選択は損でしかないでしょう。今後2期が始まり、毎週楽しくアニメが見られるようになることを願いたいものですね。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。